甲子園で優勝し、早稲田大学を経てドラフト1位でプロの世界に入った斎藤佑樹。ハンカチ王子の流行語も生み出し、野球界のスーパースターになる予定でした。プロ入り後は散々な成績で注目されるのはビッグマウスばかり。そして2021年に引退となりました。実はそんな斎藤の本性を見抜いていたレジェンドたちがいたのです。今回は斎藤にまつわるレジェンドたちの発言を紹介していきましょう。ダルビッシュ有。入団当時に目標の選手を聞かれた斎藤は、ダルビッシュさんですと即答。ダルビッシュはそんな斎藤の気持ちに応えて、シーズン前のキャンプでは付きっきりで指導します。ダルビッシュはこの時すでにメジャーを視野に入れており、斎藤を自分の後継者にしたいと思っていました。ところが、ダルビッシュは斎藤の本性を知ることになります。熱心に教えるものの、斎藤は全く実践しようとしなかったのです。そんな斎藤の姿を目の当たりにしたダルビッシュは、あいつはいろいろ教えてあげても、はいというだけで何も実践しないと語り、早くもその性格を見抜くことになりました。とは言っても、まだ出会ったばかりの2人、チームメイトとしてそれなりの関係ではありました。ところが、ある事件が起こります。それは5月8日のソフトバンク戦。先発した斎藤は初回にわずか10球を投げたところで、左脇腹に違和感を覚えて降板し、ベンチ裏でアイシングしていました。心配したダルビッシュが様子を見に行くと、そこには驚きの光景が。なんと斎藤は携帯でメールを打っていたのです。それを見たダルビッシュは、お前誰のせいで中継ぎピッチャーが必死に戦ってくれてると思ってるんだ、治療が終わったらさっさとベンチに来て応援しろと、とてつもない剣幕でブチギレました。実はこの時、斎藤は心配をして連絡してきた関係者に返事を打っていただけで、この件だけなら単なる行き違いだけで済んだかもしれません。しかし斎藤はさらにヤバい行動を起こします。この試合で全治3週間と診断された斎藤は2軍で調整することになりました。ところが治療中にもかかわらず、後輩の車に乗って千葉県鎌ケ谷市の寮を抜け出し、都内に遊びに出かけたのです。この事実を知ったダルビッシュは怒りどころか呆れ果て、完全に距離を置くことに。そしてダルビッシュはこの年のオフにメジャーへ移籍。ダルビッシュは入団前のキャンプで早くも斎藤の本性を見抜き、残念ながらその不安は現実のものとなってしまいました。野村克也。選手の才能を見抜き、多くの名選手を育て上げた野村克也。そんな野村も斎藤の実力を見抜いた一人でした。野村は1年目の斎藤について、パーティーで偶然一緒になった時、今度日本ハムにお世話になることになりましたって向こうから挨拶してきましたよ、しっかりしている子だねと、その振る舞いを絶賛。しかしプレーに関しては、三振は全て変化球、大学生相手にストレートで空振りが取れないのは気になりますとも語り、不安を覗かせていました。するとこの野村の指摘が的中することになるのです。プロ2年目の2012年、斎藤がストレートで空振りを取った確率はたったの 2% となると、変化球の比率が多くなり、ボールが先行して苦戦する要因となりました。自分の予言通りになった野村は、2017年にテレビ番組で、今の斎藤は上半身だけで投げている、下半身の力をリリースポイントに伝えるという理想的なフォームに程遠いと指摘し、学生時代の輝きを取り戻す方法を提案。陰ながら応援しています、頑張れ斎藤佑樹とエールも送りました。しかし我流を貫き、コーチや先輩のアドバイスも聞き入れずに我が道を行った斎藤は、復活しないまま引退。野村の思いは届かずに終わってしまいました。落合博満。ドラフトでは4球団から1指名を受けた斎藤。各球団のスカウトは、間違いなくプロで通用すると見ていましたが、入団前から実力を問題視していた男がいます。それが落合です。当時中日の監督だった落合は、1年目の斎藤がプロで通用するか聞かれ、こう答えています。大学4年の頃に比べると良くなったと思う。大学4年の頃はひどかった。実は大きく報道されていないものの、斎藤は大学3年生の時に股関節を痛めていました。当時の早稲田大学の監督大竹敦義によると、明らかに金属疲労でした。マスコミも登板を期待するし、本人も投げさせてくださいという。私が鬼になって下半身強化に時間を割いていれば違ったかもしれないと語っており、ベストな投球フォームを維持できなくなっていたのです。落合はそれを見抜いていたのでしょう。また落合はプロ入り後の斎藤もバッサリ切り捨てます。それは2012年の開幕前に放送されたテレビ番組でのこと。前年に中日の監督を退任していた落合は、同じく日本ハムの監督を退任したばかりの梨田正孝と対談。
同学年の2人による歯に衣着せぬトークが展開される中、なしだが斉藤がどこまで監督の期待に応えられるかという楽しみであると切り出すと、落合はいや監督の期待に応えなくていいよと一刀両断。落合曰く、監督の期待といえば9回を0点に抑えることであり、監督の期待に応えられる選手なんかそうはいやしないというのです。そして6、7回を2、3点で抑えたら先発ピッチャーの役割を果たせたというような考えを持っているんだったらマウンドに上がるなと続けました。落合のこの発言に、自らの監督時代に斉藤を1で指名した梨田は罰が悪そうに苦笑い。というのも、前年ルーキーだった斉藤は6勝を挙げたものの、完投は1回しかなく、ほとんどの試合で6回か7回までに降板していました。つまり斉藤は落合がマウンドに上がる資格がないと切り捨てたピッチャーの典型だったのです。一方、落合は高校時代の斉藤のライバル田中将大について、本社命令で指名できなかったが本当は1位で指名したかったと高く評価していました。それに比べて斉藤の存在は落合にとって完全に眼中になかったと言えそうです。一郎、落合とは対照的に1年目の斉藤を不自然なまでに絶賛していたレジェンドがいます。それが一郎です。2011年の1月に一郎は日本での自主トレを斉藤と合同で行うことを決定。まだプロで1球も投げていない斉藤が、すでにスーパースターだった一郎の自主トレに参加するのは異例中の異例でした。自主トレ開始前、一郎は斉藤についてこう語っています。いいですね。なかなかあの雰囲気は出ないでしょう。僕なんて何を言っても嫌味に聞こえるけど、そう聞こえないのはすごいよね。高校の時から見てました。他の選手と全然違っていた。マスコミ嫌いで有名な一郎にしては珍しいよいしょ発言。ただこのよいしょにはある事情もあったとされています。それは一郎の個人事務所として立ち上げた会社が斉藤のマネジメント契約を結んだこと。高校時代からスターになった斉藤の元には CM やテレビのオファーが殺到することが予想されており、一郎のマネジメントを手掛けるバウ企画に委託することを決めていたのです。そんな縁もあって異例の自主トレが実現。ところが、いざ自主トレで一緒にトレーニングをすると、一郎は斉藤の姿勢に驚愕とします。それは斉藤のハングリー精神のなさ。自分とは野球に対する姿勢が全く違うことを悟った一郎は、言うだけ言っておきながら肝心の実行力がないばかりか、それを実現させる姿勢が見えてこないと期待とは真逆の評価を下します。この一件以来、斉藤とは完全に距離を置くようになった一郎。一方の斉藤はすっかり伸び悩み、2019年にはバウ企画とのマネジメント契約を打ち切られてしまいます。というのも、本業での存在感があまりにも薄くなった結果、バウ企画に委託するほどのオファーが来なくなったのです。甲子園の大スターとなった斉藤でしたが、プロ野球選手だけでなくタレントとしても戦力にはなれませんでした。今回は斉藤佑樹の実力を見抜いていたレジェンドたちを紹介しました。プロ入り前から多くのレジェンドたちからアドバイスをもらったのにもかかわらず、不甲斐ない成績に終わった斉藤。怪我の影響もあったと思いますが、斉藤に近い関係者の話も踏まえると、他人のアドバイスに耳を貸さない頑固さが伸び悩みの要因だと言えそうです。他にも斉藤とレジェンドのエピソードを知っている人がいたら、ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。